はい、どうもこんにちは。ガロです8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、えー、今日はですね、ちょっと初心者向けの、えー、動画になってしまうんですけども、あのー、まあね、8内ね、その試合をするにあたってで、選手に任せるで試合を進めるのか、もしくはマニュアル操作で、えー、試合を進めるのかっていうね、まあちょっとしたモードの切り替えがあるんですけど、まあそのね、今日は選手に任せると、そのマニュアル操作の、まあ、違いというところを、えー、まあお話ししていくっていうのと、まあ あの結局ね選手に任せるとマニュアル操作のねあのまあ、簡単なねまあデメリットメリットみたいなのもねあのわかるんじゃないかなと思いますんでまあ話聞いてればまあそれそこら辺分かってくると思うんでまあ,あのその辺の説明をねちょっとしていこうかなと思います。 はいでまあ、画像をちょっと出しておきますけど、まあ、あのこんな感じで、まあ、選手に任せるとマニュアル操作の、まあ、違いがあるよっていうところで,でまずね、えー、戦術の指示でこれが選手に任せるだと、まあ、可能でマニュアル操作も、えー、可能、まあ、両方ともに可能というような感じですね。 うんまあ、手動で動かせるよっていう感じで、はい。で、OC 回復量。で、これ OC っていうのはオペレーションコストですね。うん。まあ、戦術指示を使っていく中で、まあ、あの消費する、えー、コスト量、えー、なんですけど、その、その、マ、えー、イニング、まあ、回復量が違うよというような感じ。 はい、選手に任せだだととマニュアル操作だと15、まあ、オペレーションコストっていうあの RPG で言うねその m p みたいな感じで、えー、捉えてくればいいと思うんですけど、まあ、それがね回復量が違うよっていう感じ、まあ、あの選手に任せるだと5しか回復しないんですけど、まあ、マニュアル操作だとその、まあ、約3倍の、まあ、15回復というような感じで、まあ、回復量が全然違うよっていう感じで投手の交代は、えー、選手に任せるだと、まあ、自動でも手動でも まあ両方ととも変えるることができる、うんまあ、手動で変えることもできるし、まあ、自動で変わる、えー、っていうこともあるというようなところでマニュアル操作だと完全に手動のみというような感じですね自動で変わることはありません で、野手の交代に関しては、あのー、選手に任せると、マニュアル操作ともにね、あの、手動のみの、えー、交代になります。うん。まあ、選手に任せるでも、野手は自動で交代することがないよっていう感じなので、もし野手を交代したいよっていう場合は、あのー、まあ、選手に任せるでも、えー、手動で、えー、変えないといけないです。 盗塁、はい、に関しては、えー、選手に任せるだと、まあ、自動でも手動でも、えー、両方可能ですでマニュアル操作だと手動のみです盗塁、はいまあ、に関してはマニュアル、えー、選手に任せるだと、まあ、自動で盗塁することもあれば、まあ、手動で盗塁、えー、指示を出すこともできますよっていうような感じ。 で代,打代打に関しては選手に任せるだと、えー、これも盗塁、えー、同様自動、手動両方とも可能でマニュアル操作だと手動のみ、うん、で代打は、えーまあ、あの自動で、えー、変わってくれることも、えー、あるんですけども、まあ、手動で変えることもできるよというような感じですね。 はい、で続いて、ダイソーですね。で、ダイソーに関しては選手に任せるマニュアル操作ともに手動のみとなっております。選手に任せるでも、えー、自動で、えー、ダイソーを変えるっていうことは、まあ、ありませんので、もしもね、そのダイソーを出すっていう場合は、あの手動で、えー、変えてやんないといけないです。はい で続いてベンチバフ枠でこれベンチバフ枠って何って思うんですけどこれね別の動画で出してますんで、まあ、再生リストのその初心者向け動画の、えーまあ、再生リストの中に入ってますんでもしベンチバフ枠って何だかわからないよっていう感じであれば、まあ、そちらの動画を見ていただければわかると思うもんでその今回はベンチバフ枠っていうねあのことの説明は省きます。 でベンチバフ枠は選手に任せるだと左3枠で、各個特殊条件除くってあるんですけど、これね、あのとある UR キャラクターだと、ちょっとね、あの枠が増えるんですね、うん。で、まあね、ちょっとそういった場合は、あのちょっとね、除くんですけど、まあ、基本的には左3枠というような感じ。で、マニュアル操作だと、え発動は完全に無効となります。うん。あのベンチバフ枠は一切発動しません。 はい、で続いて最後、ですね投資スタミナ消費量でこれが選手に任せるだと回、えー、ごとに、えー、均等に消費されますでマニュアル操作だと、えー、投球結果ごとに、えー、異なりますというような感じ。 まあどういうことかというと、まあ、あの味方の,、ね、その自分チームの投手の,のスタミナ消費量が選手に任せるとマニュアル操作で、えー、まああの消費の仕方が違うよっていうような感じですね。うんまあ、選手に任せるだと回、まあ、あごとに投、ね、球、まあ、あ結果に左右されずに、まあ、均等に、ね、あの消費され,ている、えー、されていくっていうような感じです。 でえー、マニュアル操作の投球結果で異なるっていうのは、まあ、抑えればとあの消費量はあのだいぶ、ね、抑えられる、えー、消費量あんまり消費しなくて済むよっていう感じなんですけど、まあ、打たれたりホームランとか、まあ、あのとりあえず打たれると、まあ、消費量が多くなるよっていうような感じで、まあ、投球結果ごとにあの、まあ、左右されるっていうか振り幅が変わってくるよっていうような特徴ですね。うん まあそういった特徴が、まあ多分ね、あのー、まあずっとね、あのー、話させていただきましたけど、まあね、多分このぐらいだと思うので、うん、まあ基本的には、何かあったらあ、あったで、まあそれはそれでなんですけど、まあ基本的にはこの辺かなっていう感じだと思います。 はい、でね、えー、選手に任せるとマニュアル操作。まあこれね、あのー、まあ始めたての方とかであれば、まあ選手に任せる。うん。まあ,あの流れとかよくわかんないよ。ゲーム性とかよくわかんないよっていう段階なので、まあ迷ったらね、ほんと選手に任せるで、えー、やってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ敵もそんなに強くないんでね、まあ序盤では。うん。まあいいんですけど、ただね、その気をつけないといけないのが、 その盗塁に関してなんですけどその自動で手動でも両方可能ってあってその自動で盗塁するっていうのがこれ結構ね状況によってはあんまりよろしくなくてっていうのはまあ,あの、まあ、例えばねその対人戦であったりとか高難易度イベントで、まあ、自分のチームと戦力が拮抗しているような、えー、敵と戦ってい いてかつ、本、ま、当、あ、チャンスの場面だとか、まあまあ、分かりやすい例えで言うと9回裏のツーアウトで、まあ、ランナー1、3塁みたいな、えー、状況で、えー、いる時に、まあ、1打出ればもうあの逆転できるような試合にさよなら勝ちできるような、えー、感じのチャンスの時にその選手に任せるにしておいて一塁ランナーが二、ねまあ、塁へ投塁する。 え試みてで失敗してゲームセットして負けちゃったよってなるとこれ結構痛恨なね痛恨というかもう痛いんですよねだいぶ。うんまあ、あの勝てるチャンスがあったのに自動で盗塁してしまったがゆえに負けてしまったっていう現象があ,のあるんですよね実際ね。うん やっぱりねそういう、まあ、選手に任せるでもいいんですけど自分とねその戦,術、えー、と戦力が拮抗している相手だとかまあちょっとねあの、えー、なかなかシビアな試合をしているっていう場合だと選手に任せるっていうのはちょっと向かないかなっていう感じが個人的には思います。 やっぱりねそういうあの盗塁1つ失敗したらねアウト1つ、えー、取られちゃうのでまあ、1つねチャンスを潰しちゃうわけなんですよね。うんまあ、そこがねちょっとよろしくないなっていうところが、えー、まあ、大きなねデメリットだと思っております。はい であとねその UR 艦隊を、あのー、作っていく将来的に作っていくだとか、まあ、UR が多めに、えーまあ、オーダーに組み込んである方に関してはこれはマニュアル操作がいいんじゃないかなっていう感じがします。でいうのはその UR キャラっていうのはシンデレラハーモニーっていうね、まあ、要は必殺技みたいな感じのもの、えー、スキルを使うことができるんですね。 うん、でそのスキル、まあ、戦術の指示,で指示によって発動するのでそのシンデレラハーモニーも。で、まあ、当然ねその戦術指示もあのオペレーションコストを消費するのでね。うい、ん、もので、まあ、UR に関してはその、まあ、シンデレラハーモニーを打てるんであればあの打っていった方が いいので使った方がいいのでやっぱりねその UR 艦隊を作るってなるとオペレーションコストの消費量が激しいので,で、まあね、そのマニュアル操作だとね、まあ、あの1イニングごとに15回復していくのでやっぱりねそこら辺の回復量が全然違うっていうところで、まあ、あのマニュアル操作がいいんじゃないかなっていう風には思います。 うん。選手に任せるだとね、どうしても5しか回復していかないので、あの、まあ、使うね、そのシンデレラハーモニーもだいぶね、あの、限られてきますし、回数もね、かなり限られてくるというようなところで、まあ、UR 艦隊を使う、もしくは将来的に使うっていう場合であれば、まあ、マニュアル操作にね、あの、シフトしていくのがえいいんじゃないかなと思います。 はい、で私自身はね、まあ、当然 UR 艦隊を、まあ、あの使ってはいますので、まあ、オペレーションコストの消費も激しいので、まあ、マニュアル操作を、えーでね、あのやっております、うん、先週に任せるはねねもうねだいぶ使うことっていうのはないのでね、うん、個人的には。 でもね、マニュアル操作の方がそれにね、あのーまあ、自分で考えて、まあ、あの指示を出せるね、あの振り幅があるっていう、オペレーションコストの回復量も結構あるので、まあ、そういうね、あの戦術の振り幅っていうのがね、あのー、だいぶね、広がるなっていうところで、マニュアル操作にしてます。戦時に今、稼げるとどうしても限られちゃうんでね。はい っていう感じでまあねあのー、これどちらがいいかっていうのはもう本当人によるんですよねもう本当まああのー、選手に任せるが好きだっていう感じの方であればまあ選手に任せるで使う人もいるしまあ、事情によってねうん。 まあそういう方もいるので、まああの本当ね、その始めたての方で、まあまずはね、選手に任せるで、まあスタートしてもらって、分かってきたらマニュアル操作にするのか、それとも選手に任せるでずっと行くのかっていうところを、あのまあゲームで遊んでいくうちにね、まあどうするのかっていうことを決めていけばいいかなと思います。はい。ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。